はい、皆さんこんにちは。整体院ワイヤーアスリートケア代表の山です。今日は枕の選び方っていうのをご紹介したいと思います。睡眠の質に枕っていうのは、直結してくるとは思うんですよ。枕が合わなかったりしたらリラックスして寝れないだとか、首だったり背中周りがどうしても、固まってしまうっていうね、傾向があるので、そこでねパフォーマンスを落とすっていうのはすごく良くないことなんでね、この動画見てもらって参考になればと思います。患者さんで、ちょっとチェックした時の動画を出すので、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけども、枕の高さによって、膝を上げた時に股関節の曲がり具合とかっていうのがちょっと変化するので、それでチェックしてます。はい、ということでね、ちょっと見てください。膝を曲げてきてください。で、今で戻してもらって、で枕外してで曲げてきてください。ちょっとこっちの方がで、もう一回戻してもらって、で枕入れてもらって、でそこで曲げてきてください。こっちの方が柔軟性が高くなるので、睡眠の時とかスポーツ選手はやっぱりリラックスした状態で寝れるといいと思うので、枕の高さって結構重要だと思います。今みたいに、動きをちょっと確認自分でしてもらって、軽さとか、上がりやすさっていうのが多分分かると思うので、それで枕の高さを、変えてみてください。おすすめなのがやっぱりタオルで高さを、変化させる。これ曲げてきて、これで見たりだとか戻してもらって、あとはもうちょっと枕とタオルをね、厚みを出してもらって、はい、これで曲げてきてください。あとはこれもう一回曲げてきて、これが一番曲げやすい。そうです、曲げやすいです、この子は、枕ない方が、リラックスして寝るのかなって、思います。はい。